ございます。皆様こんばんは。ありがとうございます。今日はこうしてご縁をいただいて、私たちのオカリナとそしてギターの音色を聴いていただくこととなりました。美しいひまわりの、こんなにたくさんひまわりが咲いてる風景を私生まれて初めて見たんですけれども、この美しいひまわりの花と、それから、涼しい夜風、そして美味しい食べ物や飲み物などを楽しみながら、ひととき一緒に過ごしていただければ嬉しいなと思います。どうぞしばらくの間よろしくお願いいたします。まず最初にご挨拶代わりにお届けいたしましたのはカントリーロードという曲でした。きっと皆さん、ご存知の曲だったと思います。ジョン・デンバーという人の、歌でおなじみなんですけれども、今演奏しましたのはスタジオジブリのアニメ映画の主題歌の、アレンジで聴いていただきました。ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。それでは次にちょっとしっとりした曲をお届けしようかと思います。赤トンボという、きっと誰もが何度も耳にして口ずさんだことがある曲です。それから続けてこれからの季節にぴったりの曲、モミジという曲をお届けいたします。どうぞお楽しみください。
とうございました。赤トンボ、それからモミジ、懐かしい日本のメロディーを2曲続けて聴いていただきました。それではちょっと外国の音楽もここでお届けしたいと思います。日本から遠く離れたアイルランドという国の民謡をお届けします。アイルランド民謡はとっても美しいメロディーを持っていて、私たち日本人の心にもスーッと染み込むような、そんなどこか懐かしい旋律を聴いていただけるかと思います。それではアイルランドの歌でサリーガーデンズという曲です。どうぞ聴いてください。
とうございました。アイルランド民謡のサリーガーデンズに続いて今聴いていただきましたのは、もう皆さんきっとよくご存知の曲だと思います。オカリナの音色を聞くとこの曲が聴きたいという方がたくさんいらっしゃいます。コンドルは飛んでいくというアンデスの民謡をお届けいたしました。ありがとうございました。それではまたちょっと雰囲気を変えて、これもきっと皆さんよくご存知で、そしてこの曲が大好きだという方も中にはいらっしゃるかもしれません。私たちもとてもとても大好きな曲で、そして世界中で国境を越え時代を超えて愛され続けている名曲です。とても美しいメロディーです。アメージング・グレイスという曲をオカリナとギターの音色でどうぞお楽しみください。Thank you.
ありがとうございました、アメージンググレイス聴いていただきました、これ大好きな曲なんですけれども、どこかこうアイルランド風の、風を感じられるようなアレンジにして今日はお届けいたしました。ありがとうございました。それでは次の曲をお届けしたいと思います。これから2曲聴いていただきます。曲は皆さんきっとあのテレビやラジオなどで何度も繰り返し耳に、したことがある曲ではないかなと思います。大好きな、とても大好きな曲です。井上陽水さんの少年時代とい こう夏の終わり頃に聴くとなんとなくこう胸にじんとしみいるものがあるんではないでしょうか。美しいメロディーです、少年時代。それから続けてもう一曲聴いていただきます。曲は人とようさんが歌って大ヒットしました。これも大変美しいメロディーです。花水木という曲、2曲続けてお届けいたしますので、どうぞお楽しみください。
これで聞くのがいいね。ありがとうございました、少年時代それから花水木聞いていただきました、今日皆様の大切なお時間を少しいただいてオカリナとギターの音色を聞いていただきましたけれども、コンサート最後の1曲をお届けする時間となりました、最後の1曲は私たちが大好きなビートルズの曲をお届けしたいと思いますで、ビートルズの曲の中で私が2番目に大好きな曲を演奏します、ブラックバードという曲です。どうぞ聴いてください。今日は本当に本当にありがとうございました。ありがとうございます。それではアンコールの声もいただいて本当にありがとうございます。ではもう1曲分お時間いただいて、アンデスのすいませんお祭りの歌を演奏したいと思いますので、一緒にどうぞ手拍子などしてお楽しみください。今日ひまわり祭りということでしたので、アンデスのお祭りの歌に花祭りという曲があります。花祭りをお届けいたします。どうも本当に今日はありがとうございました。
よりかテスタでラテマダウマンラテニョパラカッタエルケチャランノイボンボカルガパリトパラバイバーケラデニョウマワケニトケラデニョウマワケニトテスタでラテマダウマンラテニョパラカッタエルケチャランノイボンボカルナバリトパラバイバライララライララララララライララライラライラライラララララライ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 ラララライラライラライシャナナのお二人でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。もう一度大きな拍手。ありがとうございました。